はい、皆さんこんにちは。タップダンサーの穴田秀樹です。今回の解説動画の振り付けはこちらです。今回はこの振り付けの解説をしていきますが、タップダンスの基礎や用語などを確認したい方は、以前ステップ解説動画や用語解説動画などを作っています。概要欄にリンクを貼っておきますので、そちらをご確認ください。後半では音に合わせて踊りますので、ぜひ最後までご覧ください。それでは早速いってみましょう。右足から横からシャッフルを持ってきて、足を揃えるようにしてクランプ。その後ボールヒールボールで外に逃がして、軸足はヒールドロップしながら間で、足を一旦持ってきてまた外に逃がす。ワンエンダーやツーエンダーやスリーエンダーやトーエン、トーとトーと違う場所でタッタッタッタ、シャッフルステップヒールスカフヒールステップヒール。ここでゆっくりタタタタ、せーの、エンダーやツーエンダーやスリーエンダーやフォーエンファイブシックスエンダーやセブンエイト。次クラブロール、ラエンダーやリバースツーエンダーやヒールドロップスリーエンダーやフォーエンダーやファイブがスタンプ。休みを作ってブラッシュステップヒール、リグからのバドルエンドロール、スカフヒールステップヒール。ここまで頭からゆっくりいきましょう。タタタタ、せーの、アフェンダーやツーエンダーやスリーエンダーやフォーエンファイブエンシックスエンダーやセブンエイト。一緒にやってみましょう。タタ、せーの、ワンエンダーやツーエンダーやスリーエンダーやフォーエンファイブエンシックスエンダーやセブンエイト。ワンエンダーやツーエンダーやスリーエンダーやフォーエンダーやファイブエンダーやシックスエンダーやセブンエンダーやエイト。スリーエンド目からね、ヒールシャッフル、かかとでシャッフルみたいに打つことをヒールシャッフルって言います。しかも軸に対して、今回はクロスシャッフルだとこういう打ち方ですね。これをヒールでという打ち方をします。これをワンエンダーやツーエンダーやスリーエンダーやフォーエンダーやストンプ10 and 6 and ヒールドロップ打ってセブンからセブンシャッフルステップヒール、ちょっと後ろでブラッシュステップヒール、クロスシャッフルステップヒール、シャッフルステップヒール、ブラッシュステップヒール、こういう回し方をしながら、セブンダイヤ、エイエンダイヤ、ワンエンダイヤ、ツーエンダイヤ、スリーエンダイヤ、フォーエンダイヤ、ファイブ、スカフ、ここで合うよね。スカフして、軸足、プルバックヒール。ファイブエンダイヤ、シックスエン、セブン、でまとめます。スリーエンド目から、ワンエンダイヤ、ツーエンダイヤ、スリーエンダイヤ、フォーエンダイヤ、ファイブエン、シックス、やってみましょう。タタタタ、せーの、ワンエンダーやツーエンダーやスリーエンダーやフォーエンダーやファイブエンシックスエンセブンエンダーやエイエンダーやワンエンダーやツーエンダースリーエンダーやフォーエンダーファイブエンダーやシックスエンセブン。頭から通してやってみましょう。タタタタ、せーの、ワンエンダーやツーエンダーやThank you.
細かなリズムで足の運び、足の見せ方っていうのがありますので、できるだけね、慣れてきたら少しでもね、大きくやってみてください。それでは、メトロノームに合わせてやってみましょう。右足から、5、6、7。
リズムはね、すごく狂いやすいと思います。あの僕もそうですけど、あのたまに空振りすることってそんな気にしなくてまた練習すればいいんですけど、リズムが違うっていうのはまずいので、そこはね、ちょっと気をつけながら練習してもらえたらなと思います。今回も最後までご覧いただきましてありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。